マスヒロのうまいのなんの。うまいのなんののマスヒロです。今回はステーキなんですが、ウラトラというお店に参りました。実を言うとこのウラトラのオーナーは虎の穴のオーナーでもあるんですが、シンさん、実を言うと今までテレビをはじめ YouTube もいろいろお声がかかったのに一切出たことがない。それをなんかマスヒロさん、私気に入ってるから出ようということで、おそらく初登場です。いただくのは T ボーンステーキです。T ボーンステーキっていうのはフィレとサーロインを同時にいただくわけなんですが、どういう風な焼き方をしたらいいかっていうコツがないと、もうシンさんは絶対炭火で網焼きでするっていうのはなんかステーキの信念で、でお肉もいわゆる A5 なんて言ってるランクのお肉は絶対に扱わないと、赤身がうまいとこ、そのお肉を焼き上げると皆さん本当にサーロインのとこもヒレのとこも美味しいと、そのシンさんがサーロインステーキについておしゃべりをしてくださいました。どうぞお聞きください。うまいのなんの。シンさんのお店でいただくティーボーンが最高なんですけど、シンさんが考えるティーボーンにふさわしいお肉ってどういうものなんですか。皆さんティーボーンっていうと海外、ウルフギャングとか、ルース・クリスとか結構ネモートンスとかご存じだと思うんですけど、日本のこう和牛って最もこうティーボーンにそぐわないっていうか、ヒレはセーフですけど、もうサーロインはもうちょっと大丈夫ですかみたいな、脂っこすぎて、ティーボーンって要するにヒレとサーロインのこう合体じゃないですか。脂は別に全員否定はしないですけど、やっぱり肉は赤身が本当に美味しいし、要するにその和牛よりもちょっと等級は下なんですけども、その適度に運動しててサーロインなんだけど赤身の残ってるっていう、牛をこ うまく見つけることができて、あ、これ面白いんじゃないかなと思って、それで厚さとかもいろいろもう研究してみて、で今にたどり着いたっていうか、皆さん最近ステーキブームって言ってるけど、僕はブームとかあんまり考えたこともないし、焼肉は一通りちょっと卒業させてもらって、他なんか最後の砦でみたいな感じで、ちょっとステーキって一回トライしてみたいなって昔からずっと思ってたんですよ。でも1年ぐらいはもう全然イメージの味が出なくて、でいろいろストラグルしてる中で、たまたまいいお肉との出会いがあって、その全く脂がないわけじゃないし、でも赤身のサーロインっていうのはすごくこう出会えて、そうですよね、脂っぽくない。その日本のティーボーンってのはまずオイリーだし、あともうほとんどがこう冷凍なんですよね、だからそれがすごく嫌で、肉って冷凍すると必ず一味落ちるん でそれを生で出せないかっていうので、お肉屋さんも含めて生産者も協力していただいて、今に至ってるっていうか、こうティーボーンのこう歴史みたいな、そこを塗り替えるってわけじゃないですけども、うちも肉好きのやっぱり食通がすごく集まるんで、彼らがもう最終的にはウルギャングとかウルスクリスとかいろいろあるけど、やっぱりここが結局一番美味しいよねって言ってくれるのがすごく嬉しいんで、フィレとサーロインって同じような火の通しでうまくいくっていうのはなかなか難しいんじゃないですか。それはやっぱ分けてますよ。焼き方はちょっと秘密なんですけど、変わった焼き方をしてるんで、スコットランド、グラスゴーたどりってもそうだし、アメリカでもそうだし、本当に美味しい店っていうのはやっぱり強火の炭火の遠火で焼いてるんで、そのアメリカとかイギリスですらそのチャーコールで焼いてるのに、その日本みたいに炭文化のところが何であれ鉄板で焼くかっていうのはもうずっとクエスチョンで、せっかく油が出たのにまた中に取り込んじゃう。だから鉄板っていうのはそのもてなされてるね、目の前でシャカ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 やってる、あれはすごく僕はいいと思うんですけど、肉は鉄板じゃなくてやっぱり網で炭で焼いてほしいなっていうのは僕の、肉を今まで食べてきた人間の、焼いてきた人間のもう最終的な結論っていうか、新さんにお会いしたのは相当昔で、そうですねもう30年ぐらい前ですね。勝負しようっていうこれもあった。分かったですよね。新さんもそうだし、私も大好きですよ、そういうのが。いや石井館長っていう人に神田川敏郎さんの店に連れて行かれて、あまりにも美味しくなかったんで、神田川さん東京でうちの店で勝負しましょうしたらあんたね、料理は勝負ちゃうからね勝負言うてるじゃないですか、いつもでもお互いが真剣勝負っていうか、それ料理は勝負ですよ。だから新さんは焼く方、僕は食べる方で、一生懸命ちゃんと焼かれたやつをどうやって味わったら一番味わえるかなって、みんなね、食べる方をね、目の前で作ってくれるからね、何でも見えて面白いって言うんだけど、とんでもない。いや、とんでもない。自分の食べ方がね、全部見られてる。その通りです。いや、僕ね、日本の食文化って世界ナンバーワンだと思うんですよ。で、僕は韓国料理大好きだけども、日本はそれはもう
フレンチだって美味しいし、イタリアンだって美味しいし、中華だって正直言ってこれね、日本の美味しいし、日本のこの板前割烹っていうね、うん、あのお寿司屋さんのスタイルっていうのは、うん、あれは本当にまさにあれこそ世界遺産にするぐらいの、いわゆるこう食の提供スタイル、オーダーを受ける人と作る人と提供する人が一緒のスタイルっていうのは、世界広しというよりもこの日本の板前割烹スタイルしかないですから。なるほど。いや、オープンキッチンとかありますよ。やっぱり日本人のこの非常に繊細なね、そういうやっぱりこう心遣いというか、最後対面で板前と、まああれは一つの勝負ですよ。もうもちろん真剣勝負だからってこんな眉間にしわ寄せたわけじゃないけど本気感がすごく伝わりますよね、うん、僕は食はセンスしかないと思ってるんで、でセンスのあるやつが努力してやっとある領域に、だからスポーツ選手とちょっと近いかなと思ってて、なるほど。その板前格好で寿司屋さんとか見てても、うわこの人本当にいい人なんだけどセンスないなとかねそれはやっぱ残念ながら感じますよね、うん、DNA の中にこの食の遺伝子あんま入ってないから、うん、いや頑張ってんだけどそうじゃないんだよなみたいなのはすごく感じます。やっぱりじゃあこのウラトラっていうところでは自分の思ったような食べ方をしてくれるお客さんがたくさん来てほしい。いや多いですよ、本当に多いです。だから本当に山本さんも尊敬してますし、で小山君どうもね素晴らしいし、彼は本当に数少ない食通として認める一人だし、本物と出会った時にこっちも興奮するじゃないですけど、はい、だ昔まだ30年ぐらい前に山本さんから、陳さんこれわさび本物じゃないでしょ、偽物でしょってバレちゃって、とりあえずチューブのわさび使ってて業務用の、他の人はやっぱりバレなかったんだけども、そのわさびがバレたっていうのは僕の中でもずっとわさび食べるたびに山本さんの顔がこう出てきて、未だにだからもう以来うちはもうバカ高いですけど、わさびをねこうちゃんと反対側ちゃんと切ってこう葉っぱの方から、ね、だって違うもん香りが、だから本当に山本さんにはやって指摘してもらったらすごい感謝してるし、うちはそのいろんなその本物のお客さんが多く来てくれるのが、だからうるさいお客さんが来てくれるのが僕の財産ですね。だからうるさいお客さんといつもこう対戦するのがもう楽しみでしょうがないん で、うん、で100点なんて存在しないですから。そうですね、だから100点はほら目指すものであって、うん、到達するもんじゃないかな、うん、いやこれ本当美味しいのかなっていうのはやっぱり自信半分だけど不安半分だし、うん、この前も山本さんいらっしゃる時にプレッシャーかけて、だけどプレッシャーなきところに本物は生まれないですから、だら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 やってていいプレーなんかできないですよ、うん、職人の仕事してる様子だとかそういうのも含めて、ああこの包丁の入れ方わかるなって、もういっぱいいっぱい盗ませてもらってますよ、うん、僕は最近ね本当にこれも声を大にして言いたいんですけども、1年先までとか5年先まで予約が取れないっていうのは、皆さんねそのオーナーの人たちちゃんと聞いてください。それは一人のレストランオーナーとして恥ずかしいこと、自慢でも何でもないんで、お店っていうのは常連さんが作ってくるんです。だから常連さんがちょっと今日行きたいなっていう時にちょろっと言えると、で誰々さんすいません山さんちょっと狭いんですけどいいですか、いや何とかしますっていうのがいい店。1週間後とか2週間後1ヶ月後それはいい、だから1ヶ月2ヶ月なかなか取れない、それはいい。でも1年超えたらそれはね下品、品がない。素晴らしい。皆さん本当にそれはね、食べる方じゃなくて作る側の方がいるっていうのが素晴らしい。それはね大きな勘違いだから、皆さんね俺を真似しろとは言えないけど、電話番号も削除して、だから全部ネットで受けるだとか、お店を本当に作るのはお客さんだから、だから僕はいいお客さんに恵まれたいからお客さん選ばさせてもらってます。大好きなお客さんがいつでもよく取れるような枠を作ってるし、だから腹八分目商法じゃないけどうちは絶対満席とかしないんで、うん、必ずテーブル1つ2つは残すようにしてるんで、予約のない取れないレストランってのは自慢でも一つも自慢でも何でもないんで、我々は常連のお客さんにいかに楽しんでもらうか、その飲食やってるっていうのが多分正解だと思うんで、ありがとうございます。本当に好きなお客さん、僕らが好きなお客さんだけが来てくれればいいの。俺のこと嫌いなお客さんは別に来なくても全然、うん、だ金持ってるやつだけが入れるレストランとかね、下品、本当に皆さんの周りにそういうねオーナーがいたら僕の話をぜひ伝えてください。拍手喝采です。美味しくいただきました。本当に美味しいティーボーンステーキいただくと幸せになりますよね。仲間と一緒に食べないと、まあ、最低6人ぐらい集まないとあの厚みで焼けないわけなんですけども、ぜひウラトラに限らずティーボーンステーキにいろいろ挑戦して美味しい体験なさってみてください。美味しくいただきました。